東京医学校。東京医学校は、明治時代初期、東京府に設立された管理の医学教育機関、医学校で、当時の、いわゆる、専門学校、高等教育機関を意味し、専門学校例準拠の旧制専門学校とは、異なるの一つである。慶応4年4月、1868年5月、明治政府が、旧江戸幕府の医学省を接収したものを、 医学校と解消し設立された。その後大学登校に改編され、1874年、明治7年に東京医学校と解消された。東京改正学校とともに1877年に発足した旧東京大学設立の母体となり、東京大学医学部の直接の前身となった。文久1年1月、1861年11月、 に設立された幕府直轄の西洋医学校医学所は慶応4年4月1868年5月明治新政府に接収されて6月26日新歴8月14日には医学校と解消され翌明治2年1869年1月にはイギリス講師官付け医師の W ウイリスを教師として授業を開始したこの医学校は翌2月には官立の 大病院と統合されて、医学校兼病院となるが、同年7月18日、新歴8月15日の大学校設立に際し、改正学校、旧幕府の改正書の更新とともに、その管轄下に入り、大学校、文局とされた。明治2年12月17日、1870年1月18日、大学校の大学解消に伴い医学校は、 大学登校と解消されたが、翌3年7月12日、1870年8月8日、内紛により、大学本校が閉鎖され、大学自体が有名無実化すると、大学登校は独立、同年うるう10月に、学校規則が制定され、余下、本家の組織が確立された。翌明治4年7月18日、1871年9月2日、 大学の正式廃止と文部省発足に伴い、7月21日、新歴9月5日に、投校と解消された。この時期は、医学校設立当初のイギリス医学中心の教育からドイツ医学へと移り変わる時期にあたり、皇室、同年9月25日、新歴11月7日、政府は投校を一旦閉鎖して、規則を改正した上、翌10月に再開。 この後ドイツの医科大学をモデルとした組織改革が進んだ。明治5年、1872年の学生反布により、8月3日、新歴9月5日、登校は第1大学医学校となり、次いで1874年、明治7年5月、東京医学校と改称された。この東京医学校は、余2年、本下5年からなり、主としてドイツ語を通じて、 西洋医学教育が行われたが、同年、日本語による薬剤師の簡易測成過程として、修行年限2年の製薬学通学生教授。翌1875年には、医師測成過程として、修行年限3年の医学通学生教授が新設され、共に日本語による授業が行われた。慶応義塾出身の印、東玄徳らが教授として着任した。 1876年には初めて25名の卒業生を出し、翌1877年4月、東京医学校は東京改正学校、大学南校の更新と統合され、東京大学、旧東京大学の設立に至る。しかし、設立当初の東京大学は、旧改正学校及び、医学校の連合体としての性格が強く、しばらくの間、医学校の後ろ見たる、 医学部では独自の総理大学総長に相当し、池田県裁が就任を持つなど、高度な独立性を維持していた。明治初年、薩長を中心とする新政府は、乱邦医学からの転換という課題に際し、従来のイギリスとの親密な関係から、イギリス医学の導入の方向に傾き、母親戦争中の医療活動に大きく貢献した、イギリス公使館付き。 以下、イカウィリスとの間で一家年医学校及び大病院で医学教育、医療活動を行う契約を結んだ。当時のイギリス医学は臨床重視で病院に基礎を置く医学であった。このままでいくとウィリスはやがて設立されるべき東京大学医学部で中心的な役割を果たし、イギリス医学が日本の医学の主流になるはずであった。 しかし新政府の医学取り調べ係に任命された、相良智康、岩佐淳は大学に基礎を置き研究活動を重視する、ドイツ医学の採用を主張、佐藤小中来学校、大学登校、大病院の他の幹部も、ポンペボード院など、ドイツ医学の影響下にあった、長崎派の乱法医学の流れの中に育ったため、イギリス医学に格別の親近感を持っておらず、 さらに大学南高教師フルベッキも、現在の医学の主流はドイツ医学あると助言した。これに対しザイ野の福沢諭吉、慶応義塾医学書は、イギリス医学採用論を唱えていたが、大学投稿では彼らの反対論を押し切り、ドイツ医学の採用が決定された。これに伴い1871年夏には、ドイツ人組のミュラー・ホフマンが、大学投稿の教師として来日した。 大学登校を免職となったウィリスは、鹿児島藩に受け入れられ、1869年12月、開設された西洋医学書、翌年、鹿児島医学校と会唱に赴任。ここで、高木金広らに医学と英語を教授し、経験科学的なイギリス医学の流れを伝えた。当初のコーチは、旧医学書から継承した下谷岡地町に所在していた、湯島にある大学。 本校から東に位置しており、これが、東校の名の由来となったが、後病院の所在地であった、神田泉町、現在の秋葉原駅北東に移転した。さらにより広い高地、及び病院用地を求めて、上野、現在の上野恩賜公園に土地を、取得、1873年より移転のための基礎工事を開始したが、同地の文部省遺管が取り消されたため頓挫。 東高の親とい外国人教師、ボードウィンの反対論が影響したとされる、この大大地として、本郷本富士町の加賀繁盛屋敷跡が提供され、1876年、東京医学校は、現在の東京大学、辰岡門付近に転、これが現当大本郷キャンパスの端緒となった。本郷医展示、1876年に新築された、義用風建築の東京医学校本館、 現在の東大病院外来胸付近に位置は、1923年、大正12年の関東大震災により、旧東京大学以来の本郷高地の建造物が、本土全半壊する中で、大きな被害を免れ、その後、小石川植物園に移築されて、東京大学総合研究博物館の小石川文館として使用、東大の中では、最古の建築物として現存している。 東京大学の動物小石川植物園の建造物参照。なお、神田泉町のかつての高地は現在三井記念病院敷地となっている。大学校も参照のこと楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。